銭湯行ってきて、で、なんか最近週に1回銭湯に行って、うん、なんかすごくいいのがさ、うん、お風呂、自宅のお風呂入るとさ、うん、スマホ見ちゃう、うんうんうん、湯船に使ってる時とかってさ、絶対ないと入れないお風呂。あ、ないと入れない、うん、あれ、ないんだったら、うん、もうお風呂入らない。いや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 、入らないよ。その意味わかんないよ。携帯持ち込めないだろ、無理。あ、そんなに、うんうん、見ちゃうとさ、うん、でも LINE とか届くでしょ。まあまあね。だからさ、うん、うわ、また来たみたいなさ、あ、現実に引き戻されるみたいな。そう、返信しなきゃとかなるじゃん、うんうんうん、でも銭湯ってさ、うん、ダメだから持ち込んじゃう。あ、そっか。嫌でしょ、お皿の裸とか取るの。もうお互いに嫌だよね。嫌でしょ、うん、出しちゃいけないから、うん、もう何にもない状態でもうお風呂に入んなきゃいけない、うん、でなると、うん、なんかすごい、なんて言うんだろう、シャットアウトされる感じもあって、で1時間ぐらい風呂入って上がってきて携帯見ると誰も返信来ないんだけど、説明誰も来てないっていう時もまあセンスないんだけど、で昨日行ってきたのよ、うん、でもうすごいいい気持ちになって、風呂上がりになんかちょっとサイダー飲みながら、ああいいじゃんいいじゃん、休んでたのよ、はいはいはい、そしたらさ、うん、喧嘩してて、ん、お客さん同士でってこと、そのもう60代ぐらいの女性の方2人で来てて、あなたが言えばいいじゃないみたいな、ああそういうやつか、そう、休みたいのよこっちは、あそこリラックスしたい場所じゃん、でこうやってリラックスしてるのにさ、なんか昼ドラみたいなの始まってるからさ、もううわもうこれやだなと思ってさ、でもさ、喧嘩、人の喧嘩見ると嫌な気持ちになる、いや、なるなる、なんかこっちまでハラハラしちゃう、そう、うん、あれなんなんだろうね、え、嫌だよね。でもさ、喧嘩好きな人いない？喧嘩見るのが好きな人なんかいるよね。なんかさ、YouTube とかでさ、うん、喧嘩動画みたいなのさ、永遠見てる人とかいるじゃん。あ、いるね。え、わかんない、あれマジでわかんないんだよね、もうヒヤヒヤしちゃうんだよ、うん、ドッキリとかもヒヤヒヤして見れないの？あ、わかるわ、俺ドッキリも最近見れなくなっちゃった、うん、私も無理、もともとなんか幸せ系のドッキリならいいじゃん、うん、わかるわかるわかる、めっちゃ好きよ、そういうのは、うん、だけど例えば彼女が浮気したドッキリみたいな、そういうのも無理だし、わかるわ、あれでしょ、逆ドッキリとか言ってさ、仕掛けたけど、うん、なんかこっちに仕掛けられた方がもうブチ切れしちゃって帰っちゃって、こっちがなんか仕掛けられちゃうみたいなやつ、そう、あ、もうあれとか無理だよな、無理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 、電話主義者だから私、わかるよな、だって戦争行くってなったら盾しか持ってかないじゃん、盾いっぱい盾いっぱい英語を持ってっていくでしょ、そう怒ったことないの？怒ったこと、あー、でもなんか小学5年生の時に隣のやつに怒ったことあるけど、何したのそいつ、え、でもなんか台形面積の求め方がなんかお互い違くて、うん、いやこっちだしみたいな感じでなんかお前本当に勉強してんのかみたいなこと言われてマジで腹立ったけど、それ以来喧嘩はないかもしれない。言い合いとかはもうそれぐらい、うん、まあ腹立つことはそりゃあるじゃん、まあ、言わないよねそれ絶対、言わないね、うんうん、もうなんか自分で抱え込むかを忘れちゃうか諦めるタイプだから、そうだよね、奥歯噛み締めて寝るんだ、あ、そうそういうことだよね、そう、俺も、俺言う？いや言わないよ、言わないか、言わないよ、言わないか、言わない言わない、喧嘩っぽいことはしないよね、もう絶対に負けるもんだってこれじゃ絶対負けるもん、あ、うん、あ、そう、そう、喧嘩してみようか、じゃあ今なんで弱いもん同士ですんの？いやでもなんか慣れみたいな、あ、何の議題で喧嘩する？何の議題で喧嘩するか、じゃあ、うん、じゃあクリスマス、うん、あんま必要としない人じゃん、そうね、で俺必要とする人だから、うん、それでもう喧嘩しようか、ああ、いるだろうがクリスマス、いや別に正月あるじゃんその後、いえその前のクリスマスがいいんだろ、じゃああなたはキリスト教なんですか、ちげえよ別にさ、でもいいじゃん、楽しいじゃん、ごめんな、なんかやめよう、ちょっとなんか心